善逸君と慎吾のコラボを見てみたい。いやーそうね、いやまたやりたいね、ちょっとね、いろいろね、なんかね、なんか知らないけど多分関慎吾さんちょっと嫌って嫌われたのかな。そうね、なんかあの、感謝ありがとう。え、何ですか。頑張って一人でなんか配信してるのとはなんかちょっと違うみたいなさ。そういうだからコラボばっかりしてなんとかって言ってんだ。そうそうそう。で酒飲んでばっかりして。そんなこと言ったら、あ、まあいいや、喧嘩なんか言わないけど。うん、だけどね、慎吾は慎吾で、関慎吾さんもコラボしてない、してる、いやでもしてるけどな、なんかやっぱり一人で頑張ってるっていうイメージがね。なるほどね、うん、それで怒ってんだ。怒ってると、怒ってるわけじゃないけど、うん、でもまた見たいね。でもフラッチには多分戻んないんでしょ。いや戻ん、でも食べていけないと思う。自分も正直ニコ生では、うん、厳しいかなと思うんですけどね、うん、食べていけないと思う。戻ってくるかもしれない。女性さんは別に家族だから、うん、戻りたそうだった。そうなんだ。いや戻りたいだろうね、だって一番稼げるもん。いややっぱね、正直フラッチはね一番ね、うんうん、でもね慎吾の性格上ありえないもん。でもてんてんさん最初は関慎吾さんのリスナーだったんでしょ、一番最初は。そうよ、そうよ、うん、一番最初は関慎吾さんのリスナーなのよ、てんてんさんね。あれ自分知ったのどう、慎吾から、関慎吾さんとのコラボでしたの、うんうんうん。なるほど。お久しぶりです。いや本当パルになる日も近いわもう。いや太って大阪行ってね太っちゃってね。いやあさやさん楽しかったよね、本当楽しかった。楽しかった？うーん。え？慎吾の枠でね。ああ。慎吾さんのね、うん、リスナーなんだよね。幸せ太り、うん、幸せ太り最近美味しいものばっかり食ってるから。FX やってないですよね。投資はしてるけどね。投資はしてるんだって。7キロは太った。そうか。あ、面白い。ねえ、さやさん、私もまた絡みたい。慎吾のどこがいいのって。関慎吾の魅力がどこですか、一番最初の。あの、クソなとこじゃない。ああ、クズが好きなんですか、うん、クズが好きなのって。いや、でもあの人はね、信用できる男だからね。うん。うん、絶対になんか、こう言わないでって言ったことは絶対に言わないし、うん、まあ確かにね、あの人は本当に信用できる。まあ確かに関慎吾は裏切らないからね、うんうん、裏切らないね、まあそれは自分も思ってますけど、ね、うんうん、えって、はい、えってクズが好きなんだ。見たら分かるでしょ。え、平日のね、FX かな、やっぱり。あ、やっぱ FX か、うん、やんなきゃな、ダメな、テンデーさんにも言われちゃったらこれやるしかないな、うん、FX やるしかないな。そうそう、シンゴはクズだけど嘘はつかないんだよね。そうそう、クズだけど嘘はつかない。そう、そこはね、本当に分かってる。クズだけど、うん、本当信用してる。いや、あの時はまあそうだね、まあいろいろあったからね、泣いちゃったけど、するって言ってたじゃん。いやだからするしたかったんだけど、ちょっと BO になっちゃったから。BO はやめの一周ねと。そうだね、
どういうこと？全員いつもじゃないって。見てたよ。戦後のこと思ってないって。いや、見てたっていうか、だって連絡してたもん、ありがとうって。北海道最高ですよ、うまいものがもういっぱいで。なんか自分ばかり食っちゃって、いいんですか？あ、いいんだよ。なんかさ、みんなね、大ちゃんから私がたまに離れるとか離れたとか思ってるかもしれないけど、離れてないからね、ずっといるよ。離れてないよ。うん、ここに日本酒入れてもらおう。日本酒じゃ何がおすすめ？ねえ、ここにちょっと入れてあげて。日本酒ね、うん、鬼殺しだね。うん、絶対それも鬼殺し。そう、てんてんさんはまあねえ、なんか一時期ね、わかった、あいちゃん、行ってらっしゃい。ちょっとあれだったから、日本酒気をつけて。いや、一杯はね、もうまたできなくなったかもか、うん、あんまり飲ませられないから。あ、ありがとうございます。飲んでみな。混ぜてね、ちゃんと混ぜて、ま、混ぜてね、うん、混ぜてね、混ぜて、混ぜて、いや、美味しいでしょ。あ、うまいんだって。うまいの。確かにうまい。いや、うまいんだって、本当にうまい。味噌がね、はい。そうそう。うまいよね。うまい。これはうまい。カニの甲羅に日本酒を入れて。正月いつもこれやる。みんなで甲羅の取り合い。いや、こうやっての飲むたまに。温めたりもする。そうだよね。うまいなぁ。あー、冷凍のね。うん。贅沢だ、贅沢だよ。サマサマだよね、本当北海道。あ、すぐにある。てんてんさん一番北海道で何が好きなんですか？食べ物。なんだろう。やっぱりウニじゃないか。でもなんか取ったウニをその場で食べてるから、なんかそれ食べちゃうとね。うん。そうなんだよね。それ食べちゃうとね。でもジンギスカンも。あ、ジンギスカンもね、うん、ちょっと食べたいんですけど。食べてないの、まだ。まだ食べてないですね。だるま。あ、そう。うん、だるまがいいと思う。あの、だから、あの、プーちゃんが、うん、あの、連れてってくれると言ってくれてたんですけど。スープカレーは食べたの？え？カレー。何ですか？カレー。カレーは食べました。わかった、さやさん、またね。嬉しい、さやさん言ってくる。うまい、うまい。いや、カレー好きだもん、自分。本当に。犬飼ってるよ、天秤さん。いる。あ、なんで知ってんの、エリウスさん。前は。あ、前サムネにね、だるまうまいんだ。配信はできないね、うん、うわー、うまい。日本酒は50じゃないよ。おい、あの女性に年齢を聞くもんじゃない。まだね、50になってないんですよ。女性に年齢を聞くだ。まだ一応40代なのよ。まだ若いよ。やっとしも人数制限とかまた並ばされるとかってなるんじゃないですか。まだね、そんなに知られてないから、何も聞いてなかったんで。小樽行くって言った。小樽行きますよ。え、あれかな、なんか作りに行くのか、ガラス。ああ、そうですね、多分。はい。小樽はなんかあるんですか、いろいろ。なんか、うん、いろいろあるよ。ボルゴールのありますよね。ボルゴールもある。なんかお揃いのネックレスとか作ってきたらいいんじゃない？ああ、自分で作れるから。ああ、そうなんですか。じゃあやっちゃおうかな。いくらとかたまに作るんですけど。うん。はい、いくら作れますよ。
北海道いいよ。もう